N ナビ祝3周年ありがとうございます。どうも始まりましたね、N ナビ、はい。今日はね、6月9日ということで、そうなんですよ、ね、N ナビの3周年記念で、今日はね、はい、そういうことで収録場所も変えまして、ここ、西安で、はい、収録ということになりますね。この西安はですね、あの国際新堀芸術学院の藤沢校の6階にあります。今度ちょっとこういうね、和室で掛け軸もね、あったりして、この掛け軸はね、あの取締り代表取締役の落合雄二先生のね、お父様が、ね、書かれた掛け美しい字で、ね、はい、でなんとこういう畳でね、新堀先生がですね、ゴロンとできるくつろげる場所ということでね、はい、それからまた新堀先生がこの職員その他あの生徒さんたちにも和の感覚を養っていただきたいと、うん、そういったあの思いが込められてね。あともう一つはですね、はい、あの歴史のね、はい、あの中で今まであのご活躍されて、残念ながらちょっとお亡くなりになった方たちに感謝の気持ちをあの込めるという、感謝の気持ちを時々こう思うという場所にね、あのしたいという思いがあって作られたところなんですよ。はい、ね、後ほどまたじゃあ詳しくね、そうですね、その辺はね、はい、お話しさせていただければと思います、はい。それではね、この番組は新堀メソッドのですね、最新情報をもぎたてでお届けする情報バラエティ番組です。お相手は私、ズカと重田千里です。どうぞよろしくお願いしまーす。ということでですね、本日は創立者でいらっしゃいます新堀博樹先生からですね、直々にこの新堀テレビにですね、開局を祝っての、3周年開局祝っての、メッセージをいただいておりますので、まずはそちらをご覧いただきたいと思います。それでは VTR どうぞ。皆さんこんにちは、新堀博樹です。この新堀テレビ、3周年をおかげさまで迎えることができました。これからも次にお話しますように3つのテーマでね、やっていきたいと思います。まずこの放送局のある建物ですが、本部の藤沢の本部のライブ館と本館とあって、その本館の中の一番大事なっていうかメインのスタジオがあります。オーケストラスタジオ、その隣に、このテレビ局があります。ということはどういうことかと言いますと、毎日この2つのビルで100室が稼働しているわけですが、このテレビ局のあるこのビルは、毎日いろんなことをやってですね、新しいものを生み出そうとするところであります。でここで出来上がったものは、お客様にすぐ提供しようということでね、もう一つのライブ会を持っていくわけですが、いわばここの放送局はその出来上がる過程も捉えますから、本当に世界に新鮮なものをお届けできるっていうことが、まず、うちのテレビのね、テレビ局の特徴であります。で内容のこと、2番目内容のことなんですが、やっぱり日本の国が今一番病んでることは生きがい作りというものが、口では言ったり文では言っていても誰がいつどうやるっていう具体的なものがなかなか少ない。でその中でもう多くの人はみんな気づいてるんですが、音楽というものが、特にいい音楽ですね、心に響く、心に残るいい音楽はもうこんな生きがいはもう見たことがないっていう人がね、大勢います。でしかも音楽は年齢、性別、国籍一切問わないですから。でそれで、何千年の歴史の中でギターっていう楽器が一番多くの人をつないできたものですから、そういう歴史の一番深い、そして一番人々をこうつなぐことのできるギターを用いて、生きがいというものを作っていこう。でそれの出来たてのほやほやを届ける、まあ、これがね2番目の仕事であります。で第3番目、これはもう全てに言えることなんですが、人作りをしないとどんな夢を抱えても立ち消えちゃう可能性あります。歴史を調べればすぐ分かるんですが、どんなに素晴らしいものでも
歴史の中で一瞬で生まれて死んでしまうならばあまり成果がないですね。ですからあくまでもこう最高の学府、最高の研究機関、学校というものをベースにこの3つの目標をね実現していくっていうのが私たちのテレビのね特徴であります。新鮮さ、ね、それから生きがい作り、これ健康長寿も含んだ生きがい作りね。そして3番目、そのための人を計画的に作る。ですから全国でこの目標をいいなっていう人はねいつでも私たちのね仲間に入ってきていただきたいなと思います。ではこれからも、頑張って、本当に実のある放送を続けたいと思います。皆さんよろしく。ありがとうございました。そうですね、3つねポイントがあるということで、はい、1が新鮮さ、2それは生きがい作り、それから3それ人材の育成ということですね、うん、我々もそれを肝に銘じて、になっていきたいと思います、ね、ちょっと新たな気持ちでまたスタートしたいと思います、ね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ニーボリーニュースなんかいつもと会場が違うんで、ね、なんかどういうテンションで喋っていいかわからないそうですね、だんだん戻ってきました、ね、なんだかねよくちょっとぎこちない感じですけどお許しくださいさあそれではお届けいたします、まず終わったイベントからですね、5月4日水曜日祝日にですね、ラムーネ第4回経験総会が国際ニーボリ芸術学院オーケストラスタジオにて行われました。ラムネってなんか面白い名前ですけど、はい、ラムネね、どういう、はい、これラムネはですね楽しい夢の音と書いてラムネというんですけれども、もともとは中高生促進ギターアンサンブルって言いまして、まあ、中学校時代にこうギター部に入っていたんだけれども、こう進学して高校行った先にギター部がない子たちがね集まってこう楽しめる場っていうことでもともとは結成されたんですが、まあ、最近はニーボリギターの音楽院の方の生徒さんですとか、まあ、小学生のちょっとこうレベルのね高いお子さんですとか、まあ、中高生問わずですねたくさんの方が集まってまして、まあ、みんなで月何回かこう練習をして、こうみんな切磋琢磨に頑張っている、はい、将来楽しみですね。はい、その経験総会が行われたということで、はい、大変盛り上がりました。はい、続きまして、5月8日日曜日にですね、ニーボリギターアンサンブルリサイタル東京公演、そして15日日曜日は同じくリサイタル藤沢公演がですね、オーケストラスタジオにて行われました。ね、ニーボリギターアンサンブル、NE ですね、はい、アンサンブルはフランス語だから E なんですよ、NE なんですねこれはですね、ニーボリグループのですね、もう最盛の演奏者がですね最新の研究発表の演奏を行うというコンサートでしてね、突破の方はね私行ってまいりましたが、素晴らしい響きで ね素晴らしかった。響きもいいしバランスもいいし曲もねもう本当に割と親しみやすいメロディーなんですけど、ね、その拡張が高い中で進んでいく、はい、本当素晴らしいコンサートでした。はい、こちらは VTR がございますので、はい、そちらご覧いただきたいと思います、はい、それでは VTR どうぞ。Thank you.
がとうございました。ちょっと私ね、あの V 見てる間にちょっと足しびれちゃった。ちょっと失礼させていただきます。もう限界がね、塚さんの限界が参りました。すいません。それじゃ気を取り直して、それでは今後のイベントですね、まず6月10日金曜日にですね、湘南サロンコンサートが国際ニーボリ芸術学院オーケストラスタジオにて行われます。そうですね、これはあの、はい、国際ニーボリ芸術学院の一部生のね、はい、今年からですね、あの先生たちのですね、あの演奏も加わったり、あなんか毎回ゲストの人たちも迎えたりしてね、あのバラエティーにあのコンサートを展開しております。はい、ぜひお越しください、はい、続きまして翌日ですね、6月11日土曜日にですね、藤沢校第2部生によるニコニコサロンコンサートが同じくオーケストラスタジオにて行われます。そうですね、はい、ここはですね、あの 毎回ですね、あの担当 あの百瀬京子先生のね、いろんなね、あの楽しい企画をね、盛り込みながらやっております。はい、ぜひお越しください、はい。さあ、そしてまたその翌日、イベント続きますね、6月12日日曜日にですね、アルティメイトエナジーが、ニーボリライブ館ライブハウス N にて行われます。そうですね、これはあの、はい、ニーボリグループのね、あの特にあのエレキ系の先生方 の、ね、あの、はい、ライブですね。なんといってもあの国際ニーボリ芸術学院の現代楽器科主任のですね、百瀬健吾先生率いるザ・プリティバンド、プリティバンド大ファンなんですけども、私かっこいいんですよ、百瀬先生が、はい、そのバンドも出ますしね、皆さんぜひあのお手本としてかっこいいバンドを見に来ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします、はい、同じく12日日曜日ですね、桜井正樹ギタークリニックが国際ニーボリ芸術学院アンサンブルスタジオにて行われます。これですね、はい、あの先月銀座でも桜井先生がやってくれてですね、はい、うん、あらもうあの桜井ギターとか河野ギターとか持ってる学生がねみんな来ましてね、本当にね楽器を丁寧にチェックしてくれてね、あのみんな楽しい時間を過ごしました、はい、世界に誇る名器ですからね。そうですね、で当日はあの我が学校のですね演奏者代表の田口ひろむさん、そして田口ひろみさんご夫妻のですね、演奏もありますので、あのぜひそちらも楽しみにお越しください。はい、はい、そして続きまして6月19日日曜日ですね、第107回響け輝けフルギターオーケストラがですね、藤沢市民会館大ホールにて行われます、ね、今年はあのこれはですね、あのいろんなところのニーボリギターの各教室のね、はい、合奏団、それから結構あのすごいですよね、確率コンクールに受賞するよりも確率が、うん、あの低いというあの独重奏のね、はい、あのグループだもね演奏します。私もね、あの3年ぶりに都民ギターオーケストラをちょっと復帰しました。塚さんちょっと振らさせていただきます。いや、ぜひあのお貸しください、ね、ここでは喋ってますけど指揮者でいらっしゃいますから。よろしくね、指揮者であり、シンガーソングライターであり、作曲家であり、すごいですね。ああ、どうもありがとうございます。いろんな、ね、今年はなんか私の曲もなんかたくさん演奏していただけるみたいで。そうなんですよ、ズカパラダイスですよ。ぜひいらしてください。6月19日はね、お越しください。あの当日、新堀博樹先生直々の講演もございますから。あ、そうですね、はい。ぜひお越しいただきたいと思います。はい、どうも。さて、ここ西安はですね、ご活躍されて、あの残念ながらお亡くなりになった方々に感謝をするというね、うん、はい、意味も込めまして、ここにあのありがとう簿というのがあるんですけども、ちょっとその中から本日はね、いくつかちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけども、はい、ものすごい、ね、もうね、いっぱい、もうすごい歴代の偉大な方々がいるんですけど、いらっしゃいますけれども、そうですね、あの、まあ、今日はちょっとあの一人、高久慶三郎先生と言いましてね、はい、日本ギター専門学校、私もね、重田さんもね、あ、そうなんですよ、そうですね、出身で、ね、日本ギター専門学校で、エスコートを略して呼んでるんですけども、そこでその創世記にですね、あのエスコーを、なんていう発展させた、教授ですね、高久慶三郎先生で、秋田出身でね、秋田の FM とかでもね、番組持ってらっしゃったんですけども、うん、合唱が得意で、そうですね、うん、僕もね、学生時代、そ 週な、6日間ですか、授業あるんですけど、6日間のうちに3日間ぐらいね、はい、もうギターの学校なんですけど、徹底的にあの音楽は歌が基本だということで、うん、3日間ぐらいね、そうなんですね、本当合唱の授業を受けてたのが、いろんな今になって、本当にあの自分の、ね、音楽的な基礎になっております。本当にあの偉大な先生でした。いや、私写真でしかもう見たことない、うん、
もう僕らは一緒に生活してね、はい、ましたけどね、一回ちょっと記憶にあるのが、私ね、本当に18、ね、高校卒業18くん、塚さんが、そうです、18くんの頃、みんなで一緒に食事するんですけどね、スパゲティ食べるときにね、日本そば食べるみたいに音出してた、君ね、すごい嫌な顔されてる、ね。でもいろんなことを、まあ、そういった頃からね、いろんなことをね、教わりました。はい、感謝しております。それからもう一人、大宮克幸先生ですね。はい、本当に僕の一個上なんですよ。はい、で本当に先輩として手取り足取り教わったというか、うん、厳しく教わったというか、僕はですね、本当に学び始めたところ、いろんな音楽的な感覚がね、で自分うまくいかない部分っていうのがあって、特にアフタクトが取れなくてですね、80も取れなかったんだよね。それでね、これが取れないとお前音楽家としてダメだって言ってね、日曜日ね、はい、昼ご飯食べてから夜ご飯まで、うん、2階の今ソルスホールっていうのかな、はい、ありますね、片側にピアノ、はい、個室があってピアノがありますね、はい、あそこに閉じ込められて120ができるようまでね、結構の狭さですよね、本当に120ができるようまで出してもらえなくてね、何畳だろう、全然、ね、狭いですよね、狭い中に閉じ込められて、120のテンポのね、アフタクトが打てるまで出してもらえなくて、泣きながらやりました。おかげでね、今できるようになった、本当に感謝しております。塚さんにもそんな時代があったんですね。もうこういう先輩たちのおかげで今の自分があるというのを本当にしみじみ感じております。それから松浦隼人先生。はい。松浦隼人先生はね、本当に2部をニブリギター、うん、国際ニブリ芸術学院の第2部をこう、まあ、盛り上げたというか、もう礎を作ったっていう方ですね。本当私実はニブリギターの錦糸町合奏団出身なんですけどね、ちょっと僕と松浦先生が錦糸町合奏団ダブったことはないんですけれども、本当に下町のね、もう本当に気さくな方で、まあ、急にちょっと雲真っ赤でね倒れちゃったのは本当残念だったんですけど、本当にニブリギターの楽器部とか全ていろんなものをね、はい、発展させた、本当気さくな方でね、本当になってニボリギターの我々の本当の人としての教育をね、なさっていただいた方です。はい、本当に改めて感謝したいと思います。それでは3周年をお祝いしまして、はい、乾杯のコーナー、待ってました。すみません、スタッフさん、飲み物をお願いできますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、おあれ、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 なんかちょっと存在感すごい出てきました。あれ、気づかれちゃいましたかね、もしかして、もしかして、え、あ、コムでございます。ありがとうございます。いやいやいや、もうね、二人がもうなんていうの、もう10年来の付き合いみたいな感じのねナイスコンビネーションでやってるから、僕も安心して番組の一視聴者としてそして一スタッフとして、楽しませていただいてます。ありがとうございます。お久しぶりでございますね。なんでわざわざ僕の分まであるんだってこのわざとらしさ、初めからもう何なんだよみたいなそうなんですよ、実はね。ということで3周年なんでね、引退した身なんですけども、来ちゃいました。すいません、ありがとうございます。支え続けてきた。いやいやいや、ごめんなさい、ごめんなさい。ということで早速、はい、3周年を祝してですね、あ、これちなみにジュースですから当然勤務、今勤務時間ですからね。ちなみにこれ塚さん、会議が、大事な会議がありますんで飲んだら大変ですよこれね。ということでジュースですから、こちらね、ご安心ください。ということで3周年おめでとうございます。乾杯。一気ですよ、塚さん。これが塚さんの真の実力。いや、美味しいですか。いやー、このテンション懐かしいな。懐かしいですね、ありがとうございます。さあ、せっかくなんでね、一コーナーちょっと設けようかなと思うんですけども今年3周年ということ、どうしました。大丈夫。どんどん仕切っていく。いや、行くよ、せっかくね
さすがですね。出ちゃったらね、もうね、やるしかないなと思って。ね。ということでですね、3周年を祝しまして、今年1年間、ね、新しい3周年、スタートですけども、こんな年にするぞ、こんな番組にするぞ、こんな新堀テレビにするぞっていうですね、そういった目標をですね、ちょっと色紙にしたためていただきたいなと思いまして、うん、よろしいでしょうか、お二人とも。はい、もちろん。行きましょう。ありがとうございます。じゃあ、はい、しずさんからね、早速、行っていただきましょう。私から。はい。ちなみに、うん、色紙は2枚ありますが、ペンは1本しかありません。なので、極太。極太ですよ。25センチ。極太。これ横縦？どっちでもいいです。先生、もう、どっちでひな、どっちでもいい。斜めでもいいです。ね。さあ、それではですね、ちょっとさささっとですね、まあ、一発ちょっと一発勝負よこれね、はい、お願いしますよ。いいですか。はい、お願いします。さあ、極太すぎてかけづらい逆に、どんなことがでるかかけづらいですか。すいませんね、ほんとね、うん、あ、これいい人使っていただいて、テーブルを字にならないならないですか。確かね、今年の、年始めにですね、書いた言葉、丸丸じゃない、丸これか。そう、私食食だ、うん、ね、うん、いいもの食べましょうと、食から始まるよと。太い。ああ、素晴らしいですね。できました。できました。さあ、それでは見せていただきましょう、しげたさんの今年はこうする。じゃじゃん。じゃじゃん。すいません、ちょっと汚いですけど、伝承するしげた、ひらがながまたいいよね。伝承する、これは一体どういう。ですね、一応この今年から新しく、まあ、この塚さんという素晴らしいメインキャスターが加わりまして、ちょっと私嬉しいんですが、まあ、トムさんに続きまた塚さんと一緒にこうやってね、あの場所に立たせてもらってますけど、まあ、やはり塚さんといえば歴史を多く語れる方でいらっしゃいますんで、まあ、一緒にちょっと勉強させていただきながら、まあ、皆さんにこう歴史も含め、ね、いろいろこう伝承していきたいなという気持ちでございます。素晴らしいじゃないですか。まさに私の新堀テレビのですね、あ、撮っちゃいました。今象徴するまさに言葉ですね。さあ、ハードルが上がったところで、そうほとんど私が考えてたのともう被っちゃいましたね。被っちゃいましたか。でもそれはまあだから同じね、コンセプトだったということで、はい、お願いします。このペンでレベル高いです、ね、これちょっとだってあ、細くなった。すごい太くなるか、すごい細くなるか、どっちかですね。ちょっと上手い感じから。いや、これでもいいですよ、このね、本当です。生きてる感じですよ、字。すごい。なんか筆っぽくなりました。筆っぽくなって、生きてる感じがする。これ、ちょっといいですね。あの、漫画家の、色紙のサインみたいな感じで。あ、いいですね。おお。あー、サインですね。さあ、それでは、今年はこんな1年にする、塚さん、お願いします。じゃじゃん。じゃじゃん。ちょっと細い字になっちゃいましたけど、フレッシュな中に歴史を語るというコンセプトでいきたいと思います。はい、はい、どういった具体的にはどういった形で進めていきますか。そうですね、私はですね、あのニーボリグループ来年60周年になるんですけれども、まあその中でも私は30、31年、半分ね、すごいです。なので半分しかまあないんですけども、その中でもなんか自分にしか語れない部分が現実いろいろ体験してますので、あるんじゃないかということで、あの話題を提供していきたいと思います。素晴らしい。さあ、素晴らしくまとまったところで、しげるさん。はい。うん。わからない。あ、俺の書くの。俺の書くの。いや、本当に、いや、いや、そうっすか。違う、あの、いや、これね、100円ショップで買ったんだけど、たまたま3枚です。そういうことなんですか。なんだ、トムさん、書く気満々かも。いや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 、俺、お前、いい感じでまとまったから、俺、次のコーナーあるの、今、振りしたんだけどね。打ち合わせどうぞ。そう、マジ。じゃあ、お願いします。あ、俺、うん、あったあったあった。じゃあ、行きますよ。はい、さあ、ここに来て。はい、来ました。乱入したトムさんが、文字を書くという。はい、それはは、はい、お願いします。はい、じゃじゃん、商店越え。おー、素晴らしい。じゃん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 、これでやるぞ、商店を。確かにね、これでいくぞ、商店越え。商店を越える。私たち視聴率3周年だけど、ね、あと47年あるけどね。気になるのがね、トムがトンになってる。あ、待って待って待って、
やべ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 、ね、読めない読めない、ね、トンってなってトンってなってね、トンですトンでしたということで、まあ、ね、多分3人に共通してるのはね、うん、歴史を大切にしながら、そうですね、さらにこれを続けていこうっていうことに関しては偶然だからね、まとまっておりますので、ね、うん、打ち合わせなしですか、打ち合わせなしですよ、これ、はい、ね、はい、じゃあそんなとこで重さん、はい、図鑑の一曲聴かせて、イエーイ、じゃあそれではちょっとさあ一曲聴かせコーナーね、楽しみにされてる方非常に多いと思うんですけど、今日は何だって開局で3週スペシャルですから、はい、今日スペシャルな曲をどうやらお持ちいただいてるということで、楽しみですね。なんとちょっとそのもう解説自体はですね、もう塚さんから直接いただこうと思うんですが、そうですね、NTB の祝 3周年に捧げる歌と、形でなオープニングガクガクできましたよ、ガク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 出てきた、ガクほらすごいでしょこれ、ちゃんと楽譜まで作ってるってところ、いやいや、その企画をね、相談した時にもう私の中でもう歌詞はできてたんですよね、歌詞はね、もうこれなんですよね、なるほど、新堀先生が心にの糧になる良い音楽を、ね、心の糧になる良い音楽をってあるね、良い音楽を全ての人々へということでね、これをそのままあの歌詞にさせていただきましたので、私、しげさん、ここのラララララを入れていただけるとちょっと教えてもらっていいですかいきなりラララって言われてもらって、もうこの場で、その場で打ち合わせ素晴らしいですね、そうですね、ラララララって入ればいいね音程も何もない無茶無理やじゃあ、ラレイララ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 ラそうララララはいララララじゃあ言っていいですかラララよはい。ねえ、あのジングルで使いました、ジングルで、ね、これ流れてからエルナビーみたいなすごいこれ、ちょっと楽譜がありますから、ぜひ楽譜をですね、あの PDF 化していただいてこれあの皆さんね、楽譜拾えるようにこれしておきましょう、でそのうちこれ皆さん演奏していただいて、演奏したやつ動画で送ってもらってで、それで塚さんがこう指摘するっていう、すごいここもうちょっとグローバルいいじゃないのみたいな、グローバルに演奏して、そう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 、あのハモリこう来たみたいなそういう話をねしたらどうかなと思うんですよ、ありがとうございました、ありがとうございました、ということで私はもうそろそろ時間なんで、ありがとうございました、本当にこれからも応援してますんで、ぜひ商店街に商店街に商店街に行きましょうね、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、楽しくお届けしてまいりました、はい、Nナビいかがだったでしょうか、ね、今日はトムさんも乱入、ね、わざとらしいすごいテンションあのテンションはちょっとね、ねえ、まあ、楽しかったですね、まあ、3周年ということで今日は特別にあの来てもらいましたし、あの新堀先生からもねメッセージいただきましたから、ね、ちょっと心を新たにまた頑張りたいと思います、はい、はい、それでは次回またお会いしましょう、お相手は私ズカと重田千里でした、さようなら